こそカノンです。今日はですね、初めての質問返しをやりたいなって思ったんですけど、やったことありました。しかもいっぱい。もう2回ぐらいやってた、忘れてた。ということで、まあ普通にね、質問返しをねしたいなって思ってね、みんなから質問を募集してたの実は。はい、ということで早速ね、皆様からいただいたコメントを見て返信していきたいと思います。もうね、こう皆さん、たくさんのコメントありがとうございます。もうありえないくらい下まであって、私はさっきマネージャーさんとずっと休み時間見てた。で、一番上から下まで行ったので、一応一通り目を通したんですけど、もう一度こうガーってやりながら、ラスト5個とか言ってください。ゆるーくやっていきたいと思ってる。ということで、よーいスタート。結構多かった質問、あ、カバンの中身変わっていたら見せてくださいっていうのもあったので、さっき YouTube 撮ったので公開されると思います。ぜひ。体型維持は私も結構管理するの苦戦してるタイプなんですけど、いつも言ってるのは本当にお水をたくさん飲むことと、本当にやばいなと思ったらちょっと朝を抜くとか、朝を抜くってよりもサラダを多めに食べて、夜ご飯は炭水化物を抜くとか、まあ体を壊さない程度にやってほしいな。お肌をきれいにしたいっていう子はお水をたくさん飲んでって言ってるんですけど、体メインでってなると、なんかいろいろバランスよく取ることが大切だったり、無理な断食みたいな、私断食のこと断食って言ってたんだけど、今まで断食は体にもね負担かけるし、寝不足ってちょっと痩せちゃったりするんだけど、ゲソっていう痩せ方になっちゃったり、目の下のクマとかが増えちゃったりするので、たくさん寝るのもすごく痩せる方法の一つだと思いますよ。たくさん寝て筋トレとかをちょっと頑張ってみるとかね、腹筋とか体幹とかちょっと頑張ってみるだけでも変わると思います。あと夜の炭水化物は抜く、それだけ。以上です。のんちゃん、ヒロアカとかは好きだったんですけど、最近アニメ見てない。映画でもいい。よくないよね、アニメ見てない。ヒロアカとかあったけど、なんかワンピースがすごく最後までたくさん今出てるみたいです。それは気になってるけど、まだ見てないからもう言わない。ありがとう。私が一番好きなのは風船王ちゃんです。風船王が大好き。江ノ島水族館にいるの、ちっちゃいこんぐらいのちっちゃい吸盤がついてるの、かわいいから。調べてみてください、ぜひ。風船王ポン、風船王ポン。風船王ポン、こうやって吸盤にいっぱいくっついてるの、かわいいんだよ。あー、でも欲しかったお洋服とかを買ったりしてますね。とか、あとお花は私の中でだいぶその気分が上がるもの、アイテムの一つであるので、花瓶とかも買ったりしてるかも。あ、このお花かわいいって思った時に買って帰ったりとか、うわ、このお花私のお家のあの花瓶に入れたいみたいな感じで買ったりとかしております。伸び、一個ボロが出てもいいですか。私、家族が増えまして、フータにも弟ができました。フータの弟の名はクロエです。弟なんですけどクロエって言います。真っ黒いんです、今度見せますっていう、私の中で今プチ大爆発みたいなことをしてみたんだけど、真っ黒じゃなくて、あ、爆発、え、真っ黒だ。まあ爆発みたいな暴露をしてみたんですけど、そういうこと。この見せるね、ありがとうございます。最初はファッションショーに出た時に、その事務所に入ってすぐの時に、そのファッキャンキャンと姉ちゃんの合同であるファッションショーだったんですけど、出演させてもらった時に、やっぱモデルさんたちがすごくキラキラしてたんですよね。ステージを歩いてる姿とか、かっこよくポージングを決めてる姿とか、こうキラキラの笑顔が素敵だなっていうのに憧れて、もう本当に憧れで入りました。ニコプチのオーディションに関しては本当にオーディションだったので、こう周りの子たちとかもすごくキラキラしてたし、自分とはまた違う何かを持ってるなっていう感じがして、私も
なんかみんなと一緒に頑張ってみたいって思ったのがきっかけでです。落ち込んだ時はもうひたすらガンガンに音楽を聴くとか、たくさん自分を褒める。落ち込んだのにどうやって褒めんだよって思った皆様、私は落ち込んだとしても自分を褒められるんです。あとおやつ食べるとか、おやつ食べたりアイス食べるとかじゃない、自分の好きな食べ物を食べるとか。逆に私からもみんなに質問しようかな。みんなは最近何をするのが好きですか？私今日この後 TikTok 撮るんだけど、カノの TikTok フォローしてる？見てね。カノンって名前でやってるんだけど、公式マークつかないからさ、なんか誰だかわかんないかもしれない。誰って感じか。誰、友達なの？友達かな。元気だよ、とってもめちゃめちゃ。時々喉が枯れたりしてるけどめちゃめちゃ元気。加湿器をたくさんしてる、元気。どうしようかな。うわ、迷うな。欲しいものって一生ある気がするんですよ。英語力、語彙力。ちょっとよくわかんない。あとスピーカーとか買おうかと思ってる、新しい。もうその日は絶対課題をやる日って決めてやるとか、友達と勉強してこの勉強が終わらない限り遊びに行けないってルールを作ると意外とできたりする。スクショタイムとか。これなんだと思う？風船をポーズ。かわいいでしょ、風船を。ちゃんと写真を、ちゃんと写真見せるからね。風船をの後ろの吸盤をこれでイメージしてます。お芝居をもうちょっと頑張りたいなと思っているので、お芝居を頑張りたいと思います。頑張る。垢抜け方法って私も全然よく分からなくてですね、垢抜けたねって言われたらありがとうございますなんですけど、自分ちょっといやまだだなと思うので、なんだろうね、垢抜け方法。でも自分磨き頑張ってみるとかじゃないですか。こうちょっとダイエット頑張ってみるとか、ちょっとメイク変えてみるとか、内側から綺麗になってるなって自分で実感し始めると、それはもう垢抜けてる証拠なのではないかなと思います。美容とかに力を入れたり、自分磨きに力を入れ始めたら、もうそれは垢抜けが始まっているよということなんだと私は思っております。頑張って練習したいなと思ってる曲は、マーズボルダのゴライアスっていう曲と、あとコロラドブルドッグです。すっごい曲だから聴いてみて。集まりたいねってずっと言ってるんですよ。愛理ちゃんにはまだ会えてないから。リコちゃんにはこの間なんかちょっとイベントとかでちょこっと会えたりしたりしたんですけど、3人ではまだ集まれてないので、本当に集まりたいですね。本当にいい人たちなんですよ、3人。3人マジ。まあそんな感じ。え、わかんない、50回じゃん確か。48とか50ぐらいだった気がする。え、もうちょっと行っててほしいな。60ぐらい行ってんのかな。いや、そんなに私の体力はないはず。50ぐらいで。今年のお誕生日はサカナスターのロケだったので、さかなクンはじめスタッフさんたちみんなが、私自身もその前日からサカナスターのロケでいろいろなところに行ってたので、なんていうか、今日が誕生日だぞっていうような感覚はあまりなく、普通に、あ、明日も魚スターだっていう感覚でいたんですよ。でもこうやっぱファンのみんなとかがカウントダウンとか、お誕生日カウントダウンしてくれるので、こう SNS だけはこうちゃんとチェックしてよって思いながら、ちょっとうとうとしちゃったりしててっていうのはあったんですけど、当日も朝からお仕事で魚スターで、その現場で皆さんにお祝いしていただきました。それがすっごい嬉しかった。帰ってからも家族がね、夜はお祝いしてくれた。韓国には本当に行きたくて、行きたすぎて韓国の夢見ました。あとあれも行きたい、フランスも行ってみたい。フランスはね、家族で行ってみたいねって話してたので行きたいです。わあ、嬉しいです、ありがとうございます。私もママのファンなんです、実は。だって可愛いんだもん、顔なんですけど。嬉しいです。本当ですか、ママがファンクラブ。いや、ちょっと想像つかないんですけど、今日帰ったらすぐ母上に
報告します。ありがとうございます。嬉しい。放課後遊ぶことじゃない、やっぱ放課後とか制服でどこか行くとかかな。もうあの短いスカートもシャキッとした男の子の制服も、今コメントをくださってる方が、あの女の子か男の子か分からないんですけど、着れなくなるので、もう大学3年生になったらみんなでなんちゃって制服でディズニー行こうねって言っても、いやちょっと恥ずかしくないってなって結局断念しちゃったりするかもしれないので、若い時は思いっきり高校おいディズニー行っちゃおうみたいな、遊園地行っちゃおうみたいな感じで楽しんでください。私もね、もしかしたら制服ディズニーやりたくなっちゃってやっちゃうかもしれないんですけど、その時はその時なんで。あと文化祭とか楽しむとかだな。文化祭やりたいもん、私体育祭もしたい、戻りたいっていうかもう一度したいってなるかなってなってる。なんか2月が好きでした。2月とあと大人っぽい感じのやつだったから、4月も好きでした。雪見大福っぽい真っ白い白いカットも好きだったの。それが多分2月で、あとねこう2面になってる横向いてる麦わら帽かぶってるニヒヒってしてるのも割とお気に入り、自然に笑ってるからお気に入りです。この間ニコプチのイベントにシークレットゲストで参加した時に、メルとももちゃんに久しぶりに会いました。嬉しかった。ももちゃんは本当にニコプチ以来会ってないわけじゃなくて、プライベートでは会ってたんですけど、やっぱステージで会う感覚っていうのはニコプチ以来だったので、すごくすっごく久しぶりな感覚だったし、メルこそ逆にポップ以来だったので、わー久しぶり2人ともってなったから2人には会いましたけど、それ以外はまだ会えてないから、また集まろうねとかお話はしてるんですけど、なかなかあのタイミングが合わなかったりしてるので、またねみんなで集まれたらいいなって思ってる。表紙を飾ってみたい、カバーガールになってみたいっていうのはもう頑張ります、叶えたいですっていうのもだし、あとこう連載企画とかを持ちたいっていうのも、これまでやってきた雑誌で連載企画を全部持たせていただいたので、自分らしさを発信する場所でもあり、紙面を通して読んでくださってる読者の方たちとつながれる場所でもあったので、一番カノンをこう発信できる場所だったので、また連載が持てたらいいなっていう思いはありますね。でもそうですね、カノンの企画をまずやってみたいかな。頑張ります。夏は美白になること、そんな目標って決めたことはあまりないんですけど、思い置くとくのって思ってる。まあ何でも嬉しいですよ。みんなが好きだよって思って伝えてくれる言葉は本当にどれも嬉しい、どれも嬉しいかも。だから一番が選べないんですけど、みんな本当になんか甘やかし上手だと思うんですよ。可愛いとか大好きっていうのはもちろん、なんか言葉からみんなの優しさとか人柄がすごく伝わってくるから、みんなのこと本当に大好き、本当にいい子たちしかいないんだなって、女の子も男の子もそうだけど、こんなに愛にあふれてる人たちいるって思うくらいみんなが優しいので、私はすごくそんなみんなが本当に大好きです。質問返しをしていったわけですけど、いつも本当にたくさんの応援ありがとうございます。イベントに足を運んでくれたりとか、今はねこう直接会うイベントがないのでリモートだったりするんですけど、リモートでこの間もオンラインイベントやって、みんなの顔を直接見て1対1で見ることができて、本当に私ってコミュニケーション取ることが好きなんだ、だからこうもっとみんなに会いたくなったし、もっとみんなのことが大好きってなってるし、本当にみんなが思ってる以上に私もみんなのことが大好きだから、私が何か夢を叶えたいなと思った時もそうだし、こう支えてくれてるのもみんなだし、みんなのコメントとか手紙とかで励まされてることとかもすごくあるので、本当にみんなには感謝してます。いつもありがとう。私もみんなのことをこう支えられるような人になりたいなと思ってるので、みんなにパワーを与えたいなと思うし、みんなと一緒に夢も叶えたいなと思うので、いい報告ができるように頑張ります。これからも応援よろしくね。ということで、私の最後の質問がぬるっと終わりましたが、一旦これで終わりたいと思います。またねー。